はい、プラチナタイプの台湾土壌が来ました。かなり白いですね。もう本当に真っ白に近いかなっていうぐらい白いんですけど、ちょっと前に来た抗体は全然白くなったりしないですね。普通の色のままです。で、台湾土壌は結構もう真っ白かなっていうぐらい白い色なんですけど、台湾土壌っていうのは環境によって白くなったりするんでしょうかね。ご存知の方いたらぜひ教えていただきたいです。で、しばらくちょっとこのまま飼育して様子を見ていきたいと思います。